JOBBB250 に動画でつづるよっちゃんのお料理コーナー今週は寒い冬にぴったり手作りポン酢で熱々湯豆腐の作り方をご紹介いたしますお相手は私ばんば哲平とよっちゃんです今週もよろしくお願いいたします,しします画面では材料のご紹介をしております、はい、ポン酢の材料とそして湯豆腐の材料でございますそれでは手作りポン酢で熱々湯豆腐の作り方いってみましょうか、はい、鍋に酒みりん砂糖を加えスプーンで軽くかき混ぜてください そして鍋を弱火にかけまして沸騰したらご覧のようにマッチで火をつけます、はい、これを煮きりと言いますこれでアルコールが飛んでくれました、はい、お次はゆずですゆずをたわしで軽く水洗いしてください、はい、そして半分に切って果汁を絞り出します、はい、相当数使いましたでご覧のようにこしましたらえ果汁が取れるというわけですそして瓶の中に果汁醤油、鰹節で昆布です を加えまして先ほど作りました、はい、冷めたやつです、はい、冷めた煮切り汁を加えて、はい、1> で1週間冷蔵庫の中で冷やしてください、はい、そして1週間冷やしたやつを今度はこしきにかけて汁を取り出してでこれでポン酢が出来上がりました、はい、冷蔵庫で2か月持ちますで今度は湯豆腐なんですけど、はい、水を張った土鍋に昆布を30分つけておきましてそれを火にかけます で沸騰する前まで,です、ね、時間がありますので今度は豆腐2丁 2>、はい、湯豆腐用豆腐ですねああかなり大きい厚さがだいい五5センチぐらいあったんですけどす、ねはい、これを全て使用いたします、はい、で食べやすい大きさに切りまして、はい、で沸騰した土鍋の中にまずはです、ね、塩入れますね、はい、で塩が溶けたら豆腐を加えて豆腐が温まったら熱々湯豆腐の完成です、はい、手作りポン酢で 熱々い豆腐、はい、これからの季節、ね、風邪もひかないし、はい、元気を出してみんな冬を乗り切りましょう。はい、ご静聴ありがとうございました。